どうもお疲れ様です。10月17日朝6時の相場解説になります。えっ、ー、と、これ日足を見てるところなんですけども、ちょっとここでね、ダブルトップを取って天井が出来上がったような形になりました。まあ、つまり、ここから上の価格帯ってのは、ちょっとなかなかいかないんじゃないかなというところですね。やっぱり150円の心理的壁っていうのがあるんでしょうかね。はい、テクニカル的に見ても、ここまで見ていくとダブルトップを描いてますんで、 まあ緩やかかに下落していいくこととがあるかなと思いますプラストリプルトップままで考えられますねトトリプルトップルッともなると下落の幅もちょっと大きくなってもしかしたら1時間軸4時間軸そして冷やしっていう順番にまあ下落が始まるのかもしれないなっていうふうに捉えておくことができますまあこれは今の段階ですからそういうふうにその現象が顕在化するのはこれからの1週間とか2週間を見なければなりません。 次4時間を見ていきます4時間を見ていくとこうダブルトップのちょっと片鱗が見えますけどもここからですね緩やかに下落が始まって上昇しにくくなってきてるかなというところですで移動平均線の下に潜るってことはまだ起きてませんけども、うん、そうですねまあでも横ばいぐらいには入るんじゃないかなと思いますね、うんまあ、横ばいっていう状態が今日決まってしまうと昨日もほぼ横ばいだったんですけども しばらく続く可能性がありますよね。しばらくっていうのは1ヶ月の単位です。11月の半ばぐらいまではもしかしたら横ばいでトレードで利益を取るのが非常に難しい状態に入るかもしれません。まあそのためのね打開策も昨日に引き続いて今日ちょっと紹介しようと思います。じゃあ1時間を見ていきますね。はい1時間です。昨日は値、ね、動きがもう本当に少なかった。天井がここで下がこの辺りなんですけども 実際の寝動きってここら辺まででしょ、うん、そうなってくるとね上下の幅があの40 50とか50ピップスしかないわけですよしかも昨日ってのはここですよね天井はたいポコンと飛び出たここってのはほんとつい数時間のことですからだから昨日一日ってのはこの狭いねレンジの中でこの寝動きの中で利幅を取っていかないといけないっていう非常に追い込まれた状態だったと言えます。 だからね、20ピップスとか30ピップスぐらいしか幅がないわけですよ。そうなった時の打開策なんですけども、あんまりこれは使いたくないんですよ。こういう風な横ばいの時にはブレイクを狙うか、それともまあ、観察するだけっていうのがテクニカルの基本なんですけども、どうしても利益を取っていきたいっていう場合は、多少リスクがありますけども、15分足を見ていくことになります。15分足になってくると、ボラテリティは、だいぶ余裕を持って見れることになります。で、 このの幅が30ピプスっていうのはそれでも変わんないからどうするかっていうとロットを1から3にしていければなっていうところですよね。普段の3倍です。その代わりボラティティが普段の半分とかねそれが3分の1ですからバランスを取れるかと思うんですよ。 ただこのロットを変更するっていうのはそれなりに慣れていないといけないんでデモトレードとかをねやっていくのがまあいいんですけどもデモトレードでロットを変えてやったことがない方っていうのは非常にリスク高くなりますのでえちょっとね慎重になった方がいいと思いますねだからあんまり進めたくなかったんですよ単純に言って1時間を15分で切り替えるってことはあの4分の1の時間の動きになるんですよその分だけあの見に来る頻度も高くなりますよ 1>, 1時間に1回15分足を見に来てもローソク足ってのは4本しか成長してないわけですよだから普段みたいに34時間に1回1時間軸を見に来るのとはちょっとねあの動きのペースとしたわけが変わってきますのであの1時間ごとに見れる方に限ってこのロットを変えて15分軸で勝負するっていう形になりますでえっ、ー、と普段はしないんですけども今日はそれを前提にお話していきますねで昨日は昨日というか直近ではね 大きなヒゲを出して下の方にグッと下がったんでこれは下下げ圧力が効いてるんだろうなと思いますよねあとは普通のレンジオプションですこの四角,四角で囲ったところを1時間でやったのと同じようにレンジオプションでやっていけばいいってことになりますまあでもね本当にねあのちゃんとこのロットを変更したことに慣れてる方じゃないとやっちゃダメですよもしロットを変更せずにそれでもやりたいってことでしたらあのロットは1のまま1っていうか普段と同じまま これをやってくださいつまりあのなんか1パチとかねあの20円パチンコなんかあるでしょパチンコのレートが下がったやつあれと同じような感じですマージャンでいうと普段あ1000点100円でかけてる人が1000点20円でやるような感じですだから値動きは少ないけどもそれなりにトレードはできますしあの普段よりも少ないあのなんですかね含み液とか含み損になりますけどもそれでもトレードはできるってことになります うん、ただ利益的に本当にちっちゃいんでね、うん、だったら時間をかけるよりもあ,のあんまりトレードしない方向で割り切っていった方がいいような気もしますけどもね、まあ、そっから先はもう皆さんにお任せしますけども、まあ、私の場合は相場解説をする義務もありますのでえちょっとねこの値動きの少ない時にどうするかっていうテーマで、えー、今日明日は送っていこうかなと思います。 また値、ね、動きがね、普段通り5、60pips とか動くようになってくると、20pips とか 30pips の利益を狙って1時間軸でトレードする機会もまた戻ってきますんでね。えー、そっちの方にまた変えていこうと思います。まあ、当面はこの15分で解説するかなっていうところですね。それでは。